ウバンディエン。というわけで本日はこちら西武新宿駅から徒歩 2,3 分ぐらい、焼肉トラジ花さんにやってまいりました。いや、こちらのお店リーズナブルで美味しい焼肉がいただけるお店なんですけれども、焼肉食べ放題のカジュアルコースの全メニューを食べようではないかというチャレンジをですねやってみたいなと思います。それでは今日も張り切ってゴー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 で、はい、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。ネクストアップ明け初のコラボはやはりこの方といった感じで、いつもお世話になっておりますハイジーさんにですね焼肉の食べ放題に連れてきていただきました。いや、こちらのお店ね、新宿とは思えないぐらい落ち着いた雰囲気で、ちょっと女性に優しいみたいな内装でしたね。そしてご覧ください、このサラダ、これも全部食べ放題だっていうんですからね、ありがたいですよね。スープもありますよ。そしてもちろんご飯も食べ放題。いや、なんだったらですね、こちらのタレも飲み放題といったところで、それでは現場の竹中さん。はい、というわけで今回はこちらカジュアルコースのメニュー、はい、全種類食べようではないかというチャレンジですね。お肉だけでもね、相当こっちサイド全部お肉ですからいける。いや、どうでしょうね、44年超えてるからね。そうですよね、これ学生がやるチャレンジですよね。ですよね、本当にこんだけお肉が食えるなんて、もうネクストアップ応募してよかったですよ、本当に。関係あんのネクストアップ関係ないでしょ。あ、関係ないですか、はい、お肉食べるためにネクストアップ関係ない、ね、います。このシーンが多分多いでしょ。ワクワクするっていうね、はい、レモンダレね。います、絶対いるよ、これ好きだもん、こういうの。あ、本当ですか。やってんじゃん。いや、そんだけ言うんだったら半信半疑ですよ。あ、そう、そのシーン使うの。はい、ハイジさんが言うから、ね、みんな見たいとこだからね。本当ですか、このいります、これ。食べ注ぐシーンめちゃくちゃいいから。そうですね、まあ言っても食べ放題ですから、はい、じゃんじゃん食べましょうよ。肉もさ、はい、こうやってるシーン来なくていいの。でもあのタッチパネルファンももしかしたらいないファンいっぱいいる。うわわわわわわ、これ美味しそう。ほら、わあ、わあ美味しそう。うわあ、うわあ、ついちゃうから。あ、わあ、わあ、これファンにもこれ嬉しい。映像撮れた。あ、いい。これが好きな人もね。うんうん、いい。はい、焼けてますね。じゃあ元に戻すファンのいないよ、この人。注意されれば。逆にいないんですか。元に戻す。ひっくり返す瞬間に元に戻すファンいないよ。これも忘れてませんか。空いたお皿ファンいないよ。これですよ、赤身でしょうかね。いただきたいと思います。はい、あだだ、はい、よかった。新しいカメラでもやらせませんからね。アイビスミニで画質よくして、画質よくやめてください。ダメなんですか。すいません。じゃあいただきましょう。お、うんうん、あ、うまっ、めっちゃうまい。お肉のうまみがこうじゅわっと染み出てきて、で、赤身独特のなんかちょっとパサパサした感じとかも全然なく、ジューシーですね。うまい。バリバリキャベツもニンニクの風味が効いてて、あら、そう、うん、食欲が増進させられる。はい、というわけでもうね、レポートもちゃんとしなきゃいけないですけども、お肉を目の前にして我慢できない、もうどんどん食べてっちゃいましょう。今度はね、塩だれなんでね、ちょっとレモンとかつけたりしていただきましょう。うんうん、あっさりしててお肉本来の味が楽しめますね。うわ、おいしい。うん、はい、こちら山中包みファンの方、お待たせいたしました。味噌をつけて、これはいるね、こちらですよね、
包む、そして置く。食べてください。うん、もう間違いないですね。はい、というわけでこれで一応全メニュー、ね、あとは味のバリエーションが結構あるみたいで、味噌味だとかがあるそうなんですが、そこまでいけるかどうかなっていう感じです。濃い味が。はい、というわけで全種類完食したんですが、まだまだいけるっしょっていうことで、これ勝手に注文しましたよね。私はもうこれで乾燥した気分になったんですけれども、勝手にやりましたね。いやいや、いけるでしょ。このタイミングで黒味噌がきつい。塩ならいいけど重たいよ。アラフォー男子にはちょっときついかもしれないですけども、でももう俺とハイジーさんだったらいけるっしょ。いきましょう。はい、こちら味噌だれいただきたいと思います。黒味噌のしっとりとした味噌の味、大人な感じがうまいですね。はい、これ注文してんじゃん。いや、これはデザートの肉ですよ。デザートじゃないよ。ご飯まで持ってきてんじゃん。そうですよ。最後焼肉丼にして食べようと思います。デザートよ。はい、というわけで今度こそ完食です。というわけでいただいてきましたけれども、 いやー本当に食べ放題のクオリティとは思えない。そうだね、確かに。こんないいの食べれるんだっていうやつだったね。そうですね、お肉のうまさが十分味わえる食べ放題でしたね。はい、黒味噌の結構美味しかったですね。美味しかったね。びっくりした。本当にあの味噌カツだとか、うん、名古屋とかでよくある確かに味噌みたいな感じで、うん、美味しかったですね、はい、というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。はい、なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。いやだだだ、カード叩かないでくださいよ。いいよもう。いや、カード出てくるんですから。そうなの。はい、何が見れるのよ、ここのカードをクリックしたら。関連動画や、はい、アンケート添付してありますんで、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、以上こちら焼肉トラジ花さんよりお送りいたしました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。